テポテの引退してもなお魂を燃やす一戦、それが巨人阪神 OB 戦。35年前に起きた乱闘事件はバッキーが王に投げた危険球から始まった。そのバッキーも大きなお腹をゆするようにして登場この打席、時が経ち笑顔で王さんと対戦。センター前へ弾き返すタイムリーヒット。久々の対決、軍配は王に上がりました。天覧試合で闘志を燃やしたこの2人。最速球の村山、第5球。村山さんが生涯忘れることができなかった一撃。村山さん生涯最後の対決もやはりミスター。最後は見事リベンジ、レフトフライに打ち取った。レフトフライでよかった。レフトフライでよかった。